おい、早くしろよ。もうすぐフータオと約束したご飯の時間だぞ。ひひ、場所はなんとあの予約でいっぱいの新月軒だ。さすが脳臭、太っ腹だよな。早速行こうぜ。おお、なるほど。勝利さん、貴重な意見をありがとう。覚えておくね。勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは、僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。皆優秀な若人だ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら、僕に妖魔退治の法術を少しご指導いただけないだろうか。奉仕の妖魔退治か。少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわあ、もう人がいっぱいいる。フータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。ひひ、みんな怪盗祭楽しんでるか。ああ、今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？私もだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから、祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで、僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。うん？二人？シャンリンの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど。言われてみれば、確かに一皿残らず長雲に押し付けてたっけ。何？シャンリンが新しい料理を作ったのか？おいらも食べたいぞ。うんうん、パイモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとう、パイモン。ああ、勝利さんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあさっきはそのことについて話してたのか。ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンリンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。おお、さすがだな二人とも。えへへ、私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したら、また料理の試食をお願いするね。まあそれなら大丈夫そうだ。なら、次は僕も試食しよう。料理といえば、さっきから何かが足りないような。あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ？あと、グーパーもいないぞ。グーパーなら、なんだかやる気に満ち溢れてて、お父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いって。あなたたちも知ってるでしょ？ゴーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。でね、フータオは。同志は、ある客を迎えに行くと言っていた。
俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。風太郎がわざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。まさか国政強子、それとも北斗か。それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。じゃじゃーん、私たちの到着。あ、遅刻してない？遅刻してないよね。うんうん、コウマ体制が私と同じで風のように水水だったから時間ぴったしだ。うん、地震というのはコウマ体制のことであったか。ご孔明はかねてより聞いている。同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえ、まさか若き英雄だけでなくリーゆえの安寧を守る金宝大将まで来るとは予想していなかった。こうして皆が一堂に会せるとは実に上々だ。もうすぐ回答祭ですが、今日帝君が突然訪れたのは。うん、同志の性格だが俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとはどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう同志から言いつけられている。ん？帝君、ごま油を買うのになぜ防潮旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、松茸を数本とハムを一つもらった。ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。家計殿、それは少しばかり。ああ、この人また始まっちゃった。客人を立たせたままそんな世辞ばっか先に言うんだから。この場にいる人はみんな外では名の通った大物でさ、多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。公務体制も旅人と結構仲がいいんだって。おお、それなら二人は隣の席に。同志もどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの。そうだ、さっきここに着いた時前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月軒の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。そういえば、まさか風太郎が迎えに行った客人が翔だったなんてな。僕も初めて旅人とパイモンがコウマ大生の友人だと知った。翔も翔と知り合いなのか。知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。パイモンは知らないかもしれないが、僕たち奉仕一門はコウマ大生と少し関わりがあるんだ。表と裏で共に妖魔を退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。コウマ大戦、僕の名は趙雲、以後お見知りおきよ。ああ、名高いコウマ大戦にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前趙雲からちょうど話をお聞きしたところなんです。コウマ大戦に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そう趙雲が言ってまし、あ、
それなら私たちも知り合いだよ。以前料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。まさかまたお会いできるなんてね。怪盗祭を祝して。百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。僕はシャンリンと趙雲の友人で、ゆくあきと申します。僕のことも以後お見知りおきをいただければと。おお、みんないきなり礼儀正しくなったぞ。なんだか会話に入りづらいな。将様、コーマ仙人、大聖、開門もよろしくお願いしますだぞ。怪盗祭を祝して。これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。みんな、そうかしこまる必要はない。そうそう、コーマ大聖の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのに、そうやって礼儀正しくしてたらかえって場が緊張しちゃうでしょ。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。じゃあフータオは何が目的でみんなを呼んだんだ。親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ、新年を喜ばしく迎え入れることだ。以上。勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。その通りだ。フー同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きで、みんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この一年みんな頑張ってきたでしょ。生活も旅もガイドも、それから料理や商売、妖魔大使、夜叉の務め、往生堂の仕事を時々手伝ってくれる格系もね。うんうん、みんなすごかったってことじゃん。まあそんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。確かに。ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、リーユエコーにあまり来ないショーまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。お前が考えてるほど複雑なことではない。はーい、わかった。おかみさん、ありがとう。おかみじゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。コーマ大聖、小仙人、防除旅館の守護神、敵家臭の大英雄ね、いるんでしょう。静かにしろ、そう騒ぐな。あらら、ごめんね。でもそうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。往生堂77代目同士、我に何の用だ。確かに風太を同士がしそうなことだ。つまりコーマ大聖がいらしたのは、そのフータオの旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの。でも続きはつまらないよ。ただ往生堂のもろもろと千秋夜叉の過去について話してご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し、災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、往生堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることで、
さらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でもそんな古い中でも高魔耐性を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。お、やっぱりあなたは知ってるんだ。これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったかな。コウマ大生、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年法師は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あと、さっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく、何のことを言ってるんだい。今回は超運の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え？グーパーってそんなに執念深い性格だったの？けど確かに前にシャンリンからグーパーはかまどの神だって話は聞いた。その民間伝承を聞いたのか。今は支障ない。少し前、怪盗祭より前にある古い知人に会った。その彼の助けもあり、我の状態はだいぶ落ち着いている。お前も知っていると思うが、彼は。そうそうってそこじゃないだろ。風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせる。つい続きを口にしちゃったぞ。でもこの聞き慣れた声って、まさか。あれ、私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。やっほー、やっと僕を入れてくれたね。僕たちが昔どこかで会っていたとしても、今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に古い友人たち、みんなお祭りを楽しんでるかい？あ、金融野郎、どうしてここに？リーユエに詩でも読みに来たのか？おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。えへへ、美味しそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの？じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、陳玉先生じゃ。ん？陳玉先生？よーく見たところ陳玉先生のファンだよね。実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。陳玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。
鹿の際なら君の方が一枚上手じゃないか。ふん、つまりこちらは行く秋殿の知り合いだったのか。そうなんだ。それに翔も僕のこと知ってるよね。ついこの間話したばっかだし。ああ、年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて妖魔の動きも活発になり始める。前に敵歌手一帯を見て回っていたところ、たまたまこのあれ、まだ数日しか経ってないのにもう忘れちゃった。職業は銀融詩人だよ。さっきパイモンが言ったように敵歌集で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀融詩人と会った時、確かに敵歌集で演奏していた。その音色は抑揚のある美しい調べで、心を落ち着かせるものであった。我は思わず長いこと足を止めてしまった。その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。そうか、状況は俺も理解した。俺の名は勝利、今は往生堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。で、私が彼の上司ね。もし格系の仕事に何か不満があったらいつでも言ってちょうだい。同志には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同志がいるから、こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。うちの学系は本当にすごいんだよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、千人の誰かがお忍びで俗世に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。あ、コウマ大聖も千人だったよね。ねえねえ、どう思う？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ、そうなのか？ショウはいろんなことを知ってるし、オイラは物知りだと思うぞ。え？あ、そうだな。ショウは無人で、普段町にも行かないからな。こういうの知らなくても当然だよな。へえ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから、礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると。噂では気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の銀融詩人と言っても過言ではないそうだ。なんだか照れちゃうな。けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりであまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、格
かなりいいセンスしてるよ。はい、握手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 ねえ、ゆくあき。ん？帰ったら何冊か本を貸してくれない？文章が上手なものをゆくあきに選んでほしいんだけど、私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。趙雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。おお、いいな、それ。そういえば吟遊野郎はなんでここにいるんだ？怪盗祭に参加しに来たのか？今年はリーユエで怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。そういえばイベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。イリデッセンスツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。僕たちの仲なんだし、そうかしこまらなくていいよ。そういえば君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに、誰も僕がいることに気づかなかったよね。僕の隠れ方がうますぎたのか、それとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。怪盗祭になるとリーユエ校は人々で賑わう。みんな明かりを眺めたり街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だがこうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのはまさに祝うべきことだろう。新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。この場を借りて酒の代わりに茶で皆と乾杯しよう。あ、さすが勝利先生、いい話だね。僕の代わりに言いたいことを全て言ってくれたよ。こんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃって、みんなに迷惑かけてないかな。本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよね。でも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら、僕もそれに合わせるよ。さあ乾杯しよう。僕もごちそうになるね。気にしない気にしない、全部私のおごりだよ。みんなで美味しいものをたくさんいただいて、いい一年になるよう祈ろう。飲み物がお茶だけなのも、食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ。おいおい、あの二人急にお茶で乾杯しだしたぞ。おいらたちはどうするか。なんだ。ああ。二人はもういいの？うん。外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。実は。わかった。必ず帰ってこいよ。行くとしよう。お前は先に外に出ててくれ。新たな友人はどうやら酒にかなり詳しいようだな。いやいや、僕はただのお酒好きで、勝利先生ほどのこだわりは持ち合わせてないよ。今回出されたのがお茶でよかったよ。もし酔っ払って変なことを話しちゃったら、知り合ったばかりの勝利先生の前で恥をかくところだった。まさか同種が招き入れた客だ。俺が笑い者にするなんて滅相もない。お前とあのウェンティさんだが。もしかして
家の商売のつながりで知り合ったのか？そうなんだ。君も僕の家のことは知ってるだろう。商売に関する機密はかなり多くてね、こういう宴席では大っぴらに話せないんだ。ああ、やはりそうだったのか。いざ。そういえば食事会が始まる前にどんな話をしてたの？何か面白い話はあった？うん、料理の話をしてたんだ。この前勝利さんが行栄荘へ行った時に珍しい茶湯とごま油を手に入れたんだって。それで新しい料理に入れてみるといいって勧めてくれたの。ああ、だからあの日あんなに長いこと帰ってこなかったんだ。もしこれが他の人だったら油は見つからなかったかも。うん、次も勝利さんに行かせようっと。早く帰ってくるんだぞ。正直口を滑らせちゃわないか不安だからな。大丈夫か？我には適切な言葉が思い当たらない。状況の問題ではない。かつて仙人の中にも集まって語らうのを好む奴は多くいた。時々皆を呼んでは酒や茶を飲むような奴かな。我も何度か強引に連れて行かれたことがある。だが仙人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも紆余曲折としたものはなかった。しかし今回はそういうわけでは。やはり彼の正体を知っているのだな。なら気にせず言わせてもらおう。風神の性分は自由で気ままなものであり、それはあの笛の音にも現れている。このような神が人間と打ち解けるのはたやすいことだろう。そのようなことは断じてない。むしろ帝君は人間の生活によく溶け込んでいて満足されている様子だった。ただそれは我には永遠にできないことだ。お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、どうにも奇妙な感覚に陥る。ああ、風同士のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかしここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむ、と。それは、このような感覚なのかもしれない。ただ、あやつが言っていたのは、周りの者に作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは、実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦の奴は深淵大将のメンツなぞ気にせず、それを身にまとうことはなかった。だが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。
戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた。あなたたちここにいたんだ。あ、もしかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっきフータオが店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて、天心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。小仙人、少し落ち着かない様子だったからここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防御旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。そのようなことはならば、そろそろ戻るとしよう。あ、ちょっと待って。実は私が二人を探しに来たのはね、別の用事もあったからなんだ。ほら、これ特別に二人のために持ってきたの。これは杏仁豆腐。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々防御旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたので、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね、二人に用意するって知ったグーパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。手間をかけさせた。だがそのような必要は。受け取っておく。感謝する。それからグオパーにも。どういたしまして。おっと、そうだった。私が作った杏仁豆腐は元将のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ。よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。あ、お前らやっと内緒話が終わったんだな。早く戻ってくるって約束したのに。悪い、待たせた。平気平気、みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが部屋の中で話そうが別に同じだったよ。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこっか。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。でも縁起が良くなるように私がたった今作った。
思い立ったが吉日。さあ、まずは宅の上にあるコーラを使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の尊いお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。生成る天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすが風太を。なら、この場で一番身分の尊いお客さんは、うん、きっと滑稽の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さは、この世界を渡り歩いてきた銀融詩人の僕でも、あっと驚くものだった。もし、知識が力となるのなら、勝利先生の力は、果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり同志こそが香を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。え、そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは千人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間、それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あれ、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それなら BU エコーで最大の紹介の一つ、飛雲商会の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔大生がいるんだ、どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えばここに千人は高魔大生一人しかいない。なら絶対に断る。我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。お前っていっつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。な、まずい、さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。あれ、まだ他にもいたか。んって、お前はオイラがここで一番お客さんだって言うのか。急にそんなこと言うなよ。イヒヒヒ。うん、僕は賛成だよ。なかなかいい人選なんじゃないかな。
共に歩む仲間がいなかったら、長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり、一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ。旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。しかし、パイモンがいなければ、その物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのも、パイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。その、みんな本気なんだよな。いひひ、ありがとな。さっきはおいらのことをずっと待たせたけど、もう怒ってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり、旅人にとってのパイモンは、私にとってのクオパーと同じで、すごく大切な存在だってことだよね。うんうん。じゃあ、みんなパイモンで問題なさそうだね。はあ、我も旅人の選択に異論はない。じゃあ、これで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間であり、ガイド兼親友のパイモンに、みんなのためお香を焚いてもらおう。さあパイモン、マッチをしっかり持って、手を火傷しないようにね。さて、もうだいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。だな、お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。あ、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから、私はシャンリンとユクアキボッチャマ、あとチョーンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら僕を探しに来てね。みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃また会おう。もちろん、また機会があったら一緒に詩を書こうね。さて、じゃあ私たちも行くよ。ああそうだ、勝利さん、後で王城堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ承知した。どうしも気をつけてくれ。では次は、テイ君。勝利でいい。今の俺はリーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば勝利というただの凡人は、コウマ体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろう。そんな、滅相もない。なぜお前まで。これは何も冗談じゃないんだがな。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。同じことでも別の者が見れば違う様相を見せる。記録する者が増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。故に彼女が研究している課題も
多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊いものや心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人同一神君、竜宮釈風神君、それから将や関羽のようなものにとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとって将は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。てく、勝利様が伝えたいことは。その様子だと大まかではあるが理解したようだな。さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。勝利、またな。みんな行っちゃったな。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずーっと旅人のそばにいてやるぞ。ふん、分かってるならいいんだ。ショーはこれからどうするつもりだ。オイラたちと一緒に DU エコーを見て回るか。いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。街の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが、世話になった。ああ、ではまたいずれ。立派な船だね。潮風に吹かれながら空を悠々と飛ぶカモメを眺めて大声で歌いたくなってくるよ。カズハ、ここに泊まって吟遊詩人として詩を読みたいんだけど、いいかな。うむ、ウェンティ殿の腕ならば問題ないでござろう。しかし拙者も含めてここにいる船員たちは鹿の際に乏しい。言葉の中に隠された真意を読み取ることができるかはわからぬ。そんなこと言っちゃいけないよ。詩は心が感じるままに作るもの。同じ景色や雰囲気の中にいる人ならきっと感じ取ってくれるさ。ふう、モンドにも港はあるけど船に乗る機会は少ないんだよね。そういえばこの船は欠点なんてないくらい素晴らしいけど、ただ一つ。うん、カズハ、その君の姉君に言ってくれないかな。僕は幼く見えるだけでもうとっくにお酒が飲める年だって。せっかく船の上で海の幸を食べられるのに美味しいお酒を楽しめないなんて、そりゃないよ。僕のためだと思ってお願いね。いいでしょ。それは拙者ではどうしようもないのでござる。姉君が今船にいないからではなく、そもそもそれについては相談の余地がないのでござるよ。拙者でさえ食事時は酒を置いてない席に座ることになっている。僕が飲める量は君とは違うのに。僕本当にたくさん飲めるんだよ。先ほど元将からまた杏仁豆腐をもらったんだが、シャンリンが作ったものをまだ食べていなくてな。お前も食べてみるといい。我の舌は
お前ほどではない。その違いは感じ取れないだが、俗世の生活もきっとそれぞれに違いがあるのだろうな。今後はもっといろいろなことを語ってくれ。我も耳を傾けるとしよう。怪盗祭はますます賑やかになりましたね。この音楽は、薬先生、薬、準備できた。誰に送る？あの、歌を歌う者たちにですよ。音楽祭に出るというのはとても大変なことですから、薬を準備して、ちゃんと喉を休めてもらわないと。そのために、薬先生、徹夜で薬、たくさん作った。幽変からの伝言であれだけ言われれば、怠るわけにもいきませんからね。さて、もう少し最終確認をさせてください。この薬は…おい、今回私を呼んだのは木を打つためなんかじゃないだろうな。あら、船長さん。そんな言い方じゃなくて、もっとはっきり言ってくれないかしら。木を打つのが退屈だから嫌なの？それとも、私という人間に付き合うのが飽きたという意味かしら。その辺を明確にしてくれないと、どう答えたらいいのかわからないじゃない？ったく、あんたってやつは、一言言えば三倍になって帰ってきやがる。じゃあ、今後はどの仕事も明確に処理しようじゃねえか。その方が簡単でみんなも楽できんだろ。あら、私はそれでもいいけど、北斗船長の商売もそれで大丈夫なのかしら。はっ、バカなことを。あの茶室のオーナーだが、時々私の船に来ては情報を探ってるだろう。船体に頼んで品を仕入れたいなんて言っちゃいるが、あいつが誰のために動いてるのか私が知らないとでも思ってんのか。あら、さすが船長さん、そんなことも知ってるなんてね。では、彼女も呼びましょうか。それとも、私たちが彼女の茶室に行こうかしら。人が増えて賑やかになれば、二人で木を打たないで済むでしょ。船長さんが退屈してしまうのも良くないし。つまり、本当に木を打つつもりだったってことか。野菜は十分新鮮で、乾物も数が揃っている。海鮮は、不要だろう。まあ、お前か。また会ったな。ここで俺を見かけるのは、そんなに驚くようなことか。同志からの新たな仕事でな。祭りの期間中、シャンリンは店に付きっきりで遊ぶ暇もないらしい。それを見た同志が、シャンリンに少し自由な時間を作ってやろうと、俺を何日かこちらに派遣したんだ。だがいざ来てみると、有能な旧友がいる。俺が手伝えることはなさそうだ。あらら、旧友が野菜を運んだり火を起こしたりする姿を見ていると、なんとも心が弾むものだな。そうだ、劉釈風神君のからくり調理神器を借りて使ってみるか。ね、置く場所がないと。ふん、そうか。よかった、警察総務おじじやおばばたちも楽しんでたよ。ヨーヨがここで何をしているのか聞きたい？ここでみんなのために歌を歌ってるの。師匠のように金を奏でて美しい音を出すことはできないけど、歌を歌うくらいはヨーヨにだってできるもん。弱心おばばにも褒められたよ。それで美味しいキャンディーをもらったの。よかった、警察総務前に師匠から仙人のことをたくさん聞いたよ。大きな鹿の角が生えている衣装おじちゃん、お宝集めが好きな鳴海おじちゃん、話してる時ね、たまに師匠の声が少し悲しそうになるの。でも最後は必ず笑いながら、みんなリーユエが大好きだって
教えてくれるんだよ。ヨーヨもリーユが大好き。だからあの千人のおじちゃんやおばちゃんたちの代わりにヨーヨはリーユのみんなのお世話をちゃんとするからね。よかった、計測総務ドボルザークおじちゃんが物語の千女を見つけられたことも、その千女が師匠だったことも、両方ヨーヨは嬉しく思ってるよ。それにヨーヨも力になれたんだよね。これなら師匠に恥をかかせないかな。それにそれにおじちゃんが友達に頼んでフォンテーヌからおもちゃを持ってきてくれたの。ヨーヨそれ大好き。ヨーヨはね、最初はもらうつもりじゃなかったんだよ。でも師匠がもらっていいって言ったからもらったの。バーヤは金を引くのがお上手だ。私にも教えてくれないか。エンヒは本当に好奇心が強いの。せっかくのお祭りでゆっくり休める機会じゃというのに、あれこれ教えろとせがんでどうするのじゃ。安心してくれバーヤ、私は習得が早いからな。早く弾けるようになってバーヤと一緒に合奏したいんだ。私がバーヤの作った旋律についていけるように残さず全部教えてくれ。はいはい、まずはその前にお茶のおかわりをそこに置いて冷やしてくれるかい。了解バーヤ。